東京地検特捜部は、今朝9時ごろから大野議員の東京の議員宿舎や議員会館の事務所の家宅捜索を始めています。大野議員は、所属する自民党安倍派のパーティー券の売り上げから、5年間で5000万円を超えるキックバックを受け、裏金にしていた疑いが持たれています。この事件で議員側が家宅捜索を受けるのは、愛知3区を地盤とする池田義孝衆議院議員に続き2人目で、 特捜部は関係者の聴取とともに押収した資料の分析を進めるとみられます。岐阜県橋増市にある大野議員の地元の事務所は、これまでのところ捜索の動きはありません。